すごく沖を、護衛艦が航行してますね。あれは稲妻だね。あれ？稲妻って座礁事故を起こして、因島のジャパンマリンユナイテッド、因島工場に行ったんじゃなかったんですか？師匠、動画出してたじゃないですか。そうなんだけどさ。例えて言うと、船にも車検みたいなものがあって、それが切れる前に、ドックに入らなければならないんだ。護衛艦クラスの船が入れる、それなりの大きさのドックって、日本国内にも数が限られている。機密保全の関係で、護衛艦を収容できるドックって、さらに少ない。そういうドックって、検査の予定でいっぱいだったりするから、急に、事故したんで修理してくれ、って、言ってもできないわな。それに?今回の事故で、稲妻は、スクリューの羽を、欠損してしまったらしいんだ。あんなもん、壊れました。新しいのください、配送ですか。それではどうぞ、ってことにはいかないからね。修理用の部品ができるまで、邪魔なんで、どっか行っといて、ってなことで、ドックを追い出されたみたいね。因島を追い出されて、どこに行こうとしてるんですかね。コース的にはクレだろうね。修理部品ができるまで、クレで待機と。そういうことになるだろうね。ところで、稲妻を撮影している人、見かけませんでしたね。家に帰ってツイッターを見てみたら、どうもの海で、稲妻を撮っていたのは、藤原さんだけだったみたいだぞ。さすが、頭が悪い。